どうも、ふうふうチャンネルでーす。今日はね、前回、ガチャガチャのこういう小さいゲームを作ったんですけど、野球盤とかサッカーゲームとかアイスホッケー、あとこれ、そうそうそう、あとこのね、魚雷ゲーム、魚雷戦ゲームっていうのがね、結構今ハマってて、ちっちゃいんでやりづらいんですけど、結構楽しいんです、これ。あと今日は、まだあと4種類残ってるんで、今日はそれを作っていきたいと思います。はい、はい、ではあと残りの4種類開けていきたいと思います。はい、これね、これ結構難しいから、これじゃない、これ簡単だ、これ私チャレンジする。あとはね、もう結構簡単なやつが多くて、難しいのはね、ボーリングゲーム、難しそうだね、ちっちゃいし、これちっちゃいからね、結構難しそう。それ私がやります。頑張って、ちっちゃいの苦手ね。いや、手でかいと無理だよ。私はまださ、手ちっちゃいからやれるけど。それ、ドンケツゲームってやつかな。あ、それ、ポコ、ピコ、ピコパ。頭叩くやつでしょ。ポカポンゲームだっけ。ドンケツゲームっていうの、これで知った。知ってたんでしょ。ドンケツ、なんかや、あるのは知ってたけど、名前は知らなかった。お尻ボーンって押すタイプ。やったことはない、なんか見たこと。私のやつはね、このボーリングゲームってやつ、なんか見たことあるような気がしなくもない。これちゃんと取ってみたいな。これ重そう。出すだけだ。これ説明書あるのかな。すんごい簡潔にさ、なんか写真のように組み立ててくださいとかあるんだけどさ、いや、むずいよ結構。あ、こうやるんだ。あ、で叩かれたら出るやつ。あ、そうだ、顔が出ちゃうやつだ、うん、負け、青の負けじゃん。あ、そういうこと、やったことない。本当だ、顔がグヤってなっちゃう。え、それ一緒にやろう一回。え、これこうじゃん、よーい、スタート。あれ出たよ、勝手に出ちゃう。いくよ、スタート。いや、あ、同時同点。これ本物はさ、もっとバネになってるからさ、ビューヨーンって出てくるんだよ。はい、もう一回いきます、はい、よーい、ドン。あれなんか相打ちみたいになって、あれむずいね結構。いきます、よーい、スタート。相打ちになっちゃうよ。地味に楽しい、こういうなんか地味なやつすごい好きなんだよ、これもいいね。こういうことか、こういうことか。お、こういうことだな。なんか結構長い、これ。案外簡単だった。そうでもないか、セットするのが大変そうだよね。ピンをセットするのが大変、大変そう。だってピンのセットの仕方とかは一切書いてないもん、これ。あ、でもこれは遊べるそう。野球盤とかさ、サッカー盤とかさ、あんなに一生懸命作った割にはさ、遊べなかったからさ。そうだよね。結構へこむ。魚雷戦ゲームはね、結構本当にハマった、で、あれ本当にあるゲームなのかなと思って調べたんだよね、そしたらね、高額の2万円超えてた、プレミアムなのかね。で、なんか多分、あんまりないんじゃないかな。これもできたよね。あ、ドンケツゲーム、これやってみよう、やってみよう。どうやって動くの。タイミングで。ああ、そういうことか、押されちゃうんだ。よーい、よーい、スタート。待って、セットから、あ、いいのか。なんでこっちにそんな。違う、こっちでセットしとかないといけないね。あ、そうだね、よーい、スタート。あら、負けた。え、そっちがなんか壊れてんじゃない。壊れてない、強いよ、多分。よーい、スタート。あれ弱い、よーい、スタート。あれ
っちだ。うん、そうだよ。うん、用意スタート。イエーイ。ね、なんかさ、ケツが強いみたいで恥ずかしいんだけど、うん、ケツ強いんでしょ。そっちの方が強いかもしれない、意外と。実は、うん、これピンがきつい。ピン取らない。あ、そう、ピンちっちゃいもんね。うん、結構ちっちゃいから。ピンが飛んできたよ。ピン飛ばし、うん、バリ？ハリ？バリ？うん、バリ、うん、バリがやだね。うん、地味にさ、うん、変なとこ几帳面だからさ、うん、綺麗にしたがるの。そう、バリを取ろうとして。そうなんだ。これここに刺すのかな。そうでしょう。へー、人がいるじゃん、それ。あ、そうそう、これ遊べるよ、うん、ちゃんと、ね、楽しいそう。楽しいそう。楽しそうだよ。楽しいそう。これピンポン。ピンポンだって。ピンポンって知ってる？見たことある？わかんない。私も知らない。いつ頃のゲームなんだろうね。ね。入ってきた。これだけだよ。え、なにこれ？はい、はい。何これ、こうやって、うん、そうそう。え、面白い。いくよ、うん、ああ、負けた。あ、そういうこと。いきます、うん、でこうか、いくよ、うん、かさみ危ない。いきます、うん、あ、ほら、勝った。これでも早く、すぐさ、やったらすぐ下ろせばいいんでしょ。そうだ、あ、いや、今危なっ。イエーイ、最初の方が強い。あ、いいのか、うん、あ、むずい。え、これ地味に楽しいよ。私好き、すごいこういうの。やばい、スタート。あー、悔しい。上がってる間に。え、でも跳ね返ってくるよ。本当、それ力強いからでしょ。うん、じゃあさ、こうやって、うん、うわ、こうなっちゃうから、ここ早めに。こんなゲームあったんだね。イエーイ。なんかこれさ、これやった、勝った。でも下がさ、あれなんだよね、うん、なんかあのなんだっけ、銃、うん、拳銃みたいになって、ね、え、こんなのあったんだ。ね、あったみたい。やっぱ自分で対決してみて。自分でやるの、自分対自分。これ超つまんない。あー、キヨさんの負けです。自分との戦いだよ、うん、でもこれ、うん、あ、今度黒さんの負け。黒さんの負け、黒さんの負け、うん、これ一人で虚しいよ。虚しい、うん、いつあったんだろう、そんなゲームね。何年代とか書いてないもんね。うん、見て、楽しいよこれ。ほら、ピンが、ピンが増えてきました。ボーリングの玉でかい。玉の方がでかい。そうなの。あ、でもそうか、リアルもそうか、玉の方がでかいか、うん、あの、ミニチュアになるとさ、感覚が分からなくなる。なんか、これグラグラしてんのはなんかいいんじゃないの。ちゃんとあの、ほら、上がってくる、セッティングされるっていうなんか雰囲気。あ、そういうことかかなと思ってるんだけど。そうそう、これでね、この変な扉みたいなのがこう上がると床が落ちるようになって。あ、本当だね、すごいね。あ、なんだよ、乗せると違うのが倒れるぜ。それね、乗せるときにピンセット使うらしいよ。うん、多分知ってた。うん、多分そう思ったんだけど、いけるかなと。そしたらね、そう、そしたらね、乗せたら指が当たる。
て、真ん中取ったらニョロニョロがいっぱいあるんだ。家の中、ニョロニョロがいっぱい。あと4つです。あ、人がいるよ。うん、ボーリングの球がどん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 飛んでくる、うん、ボーリングの球が、ここだけ？あ、ここだけ。あ、まだだよ。バリ取ってないです。職人さん？地味に気になっちゃう。そうなんだ、うん、あ、これちょうどなんだね。ん？本数。うん、2個弾いた。余分にあったんだ。はい。うん。これもやれんのかな、うん、遊べるかな。遊べんじゃん。あ、こうやってピュンってやるだけ。飛んでく？ちゃんと、うん、大丈夫大丈夫。ボールって1個しか、あ、2個あるんだ。こっちやる。セットしたから。よし、バニーを取りました。ボーリングセットしました。最後の1本。この一本でーす。よし。で、これをセットします。うん、セットすると沈むんだよね。これがほら。本当だ。面白い。で、これをセットします。うん、あ、やばい。倒れた。ん？ボーリング。あ、うん、このセット、ボーリングの球のあれがセットができないな。手じゃ無理なんじゃない？勝手に倒しに来てる、うんうん、てこれボーリングのセットがね、うん、多分、いや、これやばいね。任せなさい。これむずい。で、ボーリングの球を、はい、球をセット、うん、としてからがいいね。あらあら。ここに？うん、それもある。あそこに乗っける？このここに真ん中に乗っ、この人邪魔なんだよ、何回。どういうこと？ここに？うん。あ、できたできた。セットできた。で、これをこうガッチャンって、うん。上げて、これ赤いのをピッて押してごらん。上げてから、うん。先に倒れてるじゃん。思いっきり押しすぎだよ。これでいいのか。そう、ねえ、もらったから後ろがこう上がっちゃったじゃん。何これ、何これ。うん、困った。へえ、軽すぎたんだ。うん、思いっきりキャンって言ったから上がっちゃった。台ごと上がっちゃってるね、上に。え、なんで？だってさ、うん、やってって言われたらやるじゃん。コントみたいになっちゃったじゃん。そうね、先にもうピンが倒れちゃった、ね、なんかあれみたい、あの、うん、ひな壇の人がさ、うん、ドテって転んだみたいになってたよね、うん、これ。そう、やろうかなと思ったらもう先にこけた。これ手だけでやったの？そうだよ。並べたの？そうだよ。なんかすごいね。変なとこ頑張るよね。うん、出ていけるかなと。無理でしょこれ。よくやったね。でもこれはシールがなくてよかった。うん、前回のやつさ。うん、シール細かいもんね、この人とかさ。よし、あと玉だ。よし、できたよ。うん、で、カツラ外して。カツラ。そう。いきます。うん、ああ、4本、5本残りました。5本残りました。5本？じゃあ、これで、もう一回投げる。スペア？うん。スペアな。スペア狙う。そうね。
やばい、これ倒れそうだよ。これ一回こうピンどかせないみたい。ピンこれでどかすの、うん、えぐ。これ基本真ん中しか行かないからね。え？ピンボールスペア取れないんじゃない。どうしてそういうこと言うの。あれこんな倒れてたっけ、うんうん、これ1本がここに前に入ってた。1本、うん、これ大変。ボーリングのボーリング場が自動で良かったよ。ここ、うん、あ先にボールやセットしない方がいい。 OK、うん、OK でこれではい、行きます。はい、曲がれ。おー、2本、 2本だから7本、7本倒れました、うん、はい、今日も全部作り終わりました、うん、地味に遊べそうなのはこの3つかな、あ、5つかな。ここら辺はできないからね。野球とサッカーとアイスホッケーはなんか飾り的な感じかな、うん、ちょっと時々遊んでいきたいと思います、はい、じゃあ今日はここまでです。ご視聴ありがとうございます、はい、バイバーイ。